俳優の佐藤隆太37が1日に放送されたフジテレビ系バラエティダウンタウンナー金曜五時55分の人気企画本音ではしご酒に出演したダウンタウンの浜田正俊、五54松本人志53坂上忍50青山テルマ29と酒を飲みながらいろんなことを話した佐藤だが 家族と食事中に盗撮した学生を注意するも、食事をおごったという話など、いい人エピソードばかり。これに、坂上が、ある議員みたいに、このハゲとか、ああいう感情とか持ち合わせてないのと振ると、一回、コンビニでやりましたよと話し始めた。コンビニで探し物をしていたが、それがなかなか見つからず、レジの前を何回も通ると、その度に店員が、はい、 どうぞと会計を促し、三周目に店員が下打ち、したという。その瞬間、本当に切れました。お前、今、下打ちしたろう、この野郎。お前に今日、何があってイライラしてるか知らねえけどと、その時はめっちゃ言いましたと打ち明けると、坂上は、やっと友達になれた気がしますと握手を求めていた。